トラックでは男子 200m 競走準決勝が行われます。プログラムは25ページこの種目の大会記録は20秒92。準決勝は2組行われ、各組3着までと4着以下2名が本日行われます決勝へ進出いたします。それでは出場する選手をレーン中に申し上げます。第2レーン、薬師寺君、筑波大学。3レーンを開けまして、第4レーン、片山君、法政大学。第5レーン、吉田君、東京経済大学。第6レーン、田中君、日本ウェルネススポーツ大学。第7レーン、村瀬君、法政大学。第8レーン、白石君、大東文化大学。第9レーン、青柳君、東京農業大学。以上7名によりまして1組がスタートです。男子 200m 競走準決勝第1組がスタートいたしました。先頭は田中君、日本ウェルネススポーツ大学。